はい、福岡市の慢性腰痛専門整体院婦科副院長の松尾直樹です。本日もですね、動画をご覧いただき本当にありがとうございます。それでは今日もですね、腰痛を治すためのヒントアイデアを腰痛で悩んでらっしゃるあなたにお届けできればと思います。はい、この間ですね、お話しさせていただいているのは股関節の痛みですね。股関節の痛みに対してお話をしています。で、基本的な股関節のですね、痛みの原理原則っていうものは、まあ、関節ですね、で、こう大腿骨って言われる足があって、ここのですね、かぶりっていうのが浅くなってしまっている状態だと、どうしてもですね、筋肉が頑張りすぎることによって痛みが出てますよってお話をしてます。もう一回大事なことなので言うんですけど、本来ですね、関節と筋肉でバランスよくこう関節を保ってるわけなんですけども、何かしらによってこれがですね、浅くなってしまう、はまり込みが悪くなってきてしまった場合、骨での支持っていうのができないので、筋肉にどうしても頼ろうとするんですよね。で、その結果、それがずっと慢性的に続くことによって筋肉が頑張りすぎてしまって股関節に痛みを出すケースっていうのがものすごく多いですので、そういった場合には筋肉を柔らかくしていくことっていうのが必要になってきます。で、今日はですね、どこのお話をしていくのかっていうと、股関節の外側の痛みですね。股関節の外側の痛みで、こういった症状のですね、原因はじゃあどこにあるのかっていうと、はい、こちらですね、見えますでしょうか。青く光ってる筋肉あるんですけど、これ2つあります。はい、こちらまず中殿筋って言われる筋肉ですね、と大腿筋膜張筋って言われるこの筋肉が硬くなってきてしまうことによって、外側のですね、痛みを引き起こす方っていうのがものすごく多くいらっしゃいますので、まあ、今日はですね、ここを自分でケアする方法っていうのをお伝えできればと思います。はい、そしたらですね、実際にもうやっていこうかなと思うので、まあ、ベッドだったりとかに移動していただければと思うんですけども、はい、まあ、簡単にね、どこが大腿筋膜張筋で、どこが中殿筋なのかってお話をしていくんですが、まず皆さん自分の腰骨見つけてください。腰骨、ここにポコッとした骨があると思います。はい、見つかったでしょうか。そこからですね、指、まあ、1本から2本後ろですね、このポコッとしてる骨から指1本から2本後ろ、この辺りはですね、中殿筋って言われる筋肉ですね。中殿筋って言われる筋肉です。で、そこからですね、指1本下は大腿筋膜張筋って言われる筋肉ですね。はい、まあ、中殿筋に関してはですね、まあ、この辺も中殿筋なんですけども、もうこういう風に三角形に走ってます。で、大腿筋膜張筋っていうのは ここら辺に向かってビャーッと走ってるような筋肉ですね。はい、なのでこの部分っていうのを柔らかくしてあげることによってこの症状っていうのは緩和してきますので、ぜひ今から一緒にですね、ケアっていうのをやっていただければと思います。はい、そしたらまずですね、お姉さん座りができる方はこういうふうにお姉さん座りですね、まあ、左が痛い方は左、右が痛い方は右をやってください。はい、まあ、こういう感じでお姉さん座りをまずしていただきます。で、まずですね、大腿筋膜張筋をやっていこうかなと思うんですけど、まあ、さっき言ったようにポコッとした腰骨から指1本あるいは2本後ろですね、そこからさらに指1本下ですね、この部分なんかコリッとしたような部分が触れるんじゃないかなと思います。そこが触れたら、この手のですね、親指と小指ですねのところら辺をまずグッと圧迫を加えます。グッと圧迫を加えて、この状態でマッサージをしてあげてください。マッサージですね、だいたい30秒ぐらいやっていきます。なんか痛気持ちいいなと思うところが多分この辺りあると思うので、そこをマッサージしてください。で、注意点なんですけども、痛くしすぎないようにですね、痛気持ちいいなっていう風なぐらいでやっていただきたいのと、もう一点がですね、このマッサージするときに一回一回圧が逃げる方がいらっしゃいます。こう圧が逃げる方ですね、じゃなくて同じ圧をずっとかけたまんまマッサージをする、はい、そうした方が効果が出やすいっていうのがありますので、必ず同じ圧っていうのをかけながらマッサージをしてあげてください。イメージこう円を描くような感じですね。はい、で、これを30秒終わったらですね、次っていうのは今大体ですね、この腰骨から指2本あるいは1本で、なおかつ下を押したと思うんですけど、そこのちょっと上ですね、はい、そこのちょっと上、まあ、この腰骨から指1、2本後ろのところをまたやっていきます。そこを同じようにまたグリ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 とマッサージをしていきます。
で、中殿筋に関してはですね、結構広い筋肉なので、ここをやっていただいたら次、もうちょっと後ろですね、もうちょっと後ろをやっていく。はい、で、ここが終わったらまたさらに後ろですね、後ろ。はい、この辺りも。で、まあ、大体どこら辺まですればいいのかっていうと、大体このね、後ろの腰骨ですね、なんかポコッとした骨がここにあると思うんですけど、大体その辺りまでしていくようなイメージでやってあげてください。はい、ちょっと骨模型を使って見ていくと、ちょっとごめんなさいね。はい、ここに、まあ、お尻があると思うんですけど、大体ですね、この辺りが特に硬くなりやすいっていうふうに言われてたりとかしますので、中殿筋に関してはこの辺りですね。で、大体筋膜張筋っていうのは、ここからですね、見えないな、ここからここに向かってこうやって走ってますので、まあ、この辺りをこうマッサージするような感じですね。はい、ってことをしていただくこと、おー、ごめんなさい。ってことをしていただくことによってですね、大体筋膜張筋だったりとか中殿筋の筋肉が柔らかくなることによって、外側の痛みが軽くなる方が多くいらっしゃいますので、もしあなたがこれをやってみて楽になるのであれば、引き続き続けてやっていただければと思います。はい、そしたらですね、今日はこれで終わるんですけども、また明日はですね、次股関節の後ろですね、後ろの方が痛いですよというところについてお話ができればと思いますので、まあ、興味がある方はおそらくこの辺に私のカーマークあると思いますので、今それを押していただいてまた見てください。あるいはですね、慢性腰痛を治すための本こちらありますので、興味がある方はダウンロードしてみてみてください。はい、そしたら今日はこれで終わります。本日もですね、動画をご覧いただき本当にありがとうございました。